新年恒例の消防団の出初め式が今日佐賀市で行われ、4年ぶりとなる消防車両の行進が披露されました。出初め式には佐賀市の12の師団の消防団員などおよそ1800人が参加しました。音楽隊の演奏に合わせて行進する団員に続いて、コロナ禍で中止していた消防車両の行進も4年ぶりに行われ、12台が参加しました。その後の式典では、殉職消防団員や能登半島地震の犠牲者へ黙祷を捧げました。出席した酒井市長は、消防団の活動環境の向上に努めたいと話し、団員たちに引き続き地域の安全に向けた協力を呼びかけていました。一方、今朝5時ごろ、鳥栖市の木造平屋建てのラーメン店の厨房付近が燃える火事がありました。火は通報のおよそ2時間後に消し止められ、けが人や延焼の被害はないということです。